気泡、ノイジー。来シーズン戦力外候補、秋山匠、片山優也、梶谷廉、ミエセス。ミエセスなんか候補やなく確定やろ。あ、ノイジーもやったわ。ノイジーは来年もいるぞ。ノイジーは、まあ、にをモチベーションに野球やってるのだろうか。もう思い出作りの観光やろ。日本一を決めたスリーラン打った選手だったのに、どうしてこうなった。日本一を決めた言うほどやろ、あの試合はそもそも優勢やった。あのホームランで首つながったくらいなのに主力待遇だと勘違いしたのか。でもフォーム云々の話聞いてると舐めてるというより不安が強すぎるようにも感じるが、残してくれって直談判してきたんだから1億もらえたら2軍でも笑い止まらんやろ。あとは高浜と監督変わるなら漆原も怪しい。チームが若すぎて切りづらい選手だらけで、去年の山本みたいに少々戦力でも戸様から切りそう。首でなくても育成落ちはたくさんいそう。特に投手、岡田が使う気あるなら野口よりノイジー出しとるやろ。一塁と外野を守れる大砲外国人を取っとけよな。個人的には日本シリーズなんて余興だと思ってるけどな。